何度も、なんて言うの？だ、わかんない。他人を試みないもんはま。じりじりと部屋の中を部屋の中を、わからない。年下の子供とは思えぬゆっくりとする、怖ね。半ば呆れながら、形式ばかりの礼をすると、波は嬉しそうに頬を温めた。息にこびりついた。何？肥えた匂い。図星をついたらしい。波は老高わかんない。漢字を読めないね。一旦言葉を切り、軽く嘘をつく。違うな。軽く肘をつく。小さな、何これ？紋状の鍵？翼を広げるように、なんて読むの？吹き、恐れ、気が、波を包み込んだ。体を起こすと、腹の上に敷かれていたタオルケットが、絹ずれ、じゃない、衣、擦れ、椅子ずれ、わからん。